J3 ブルーミングラジオステーション。はい、ブルラジパート3でございます。これが今月ラストのパートになってしまいます、うん、それではパート3はこんなスペシャルコーナーをお届けします。サクサク三角見つけたい。このコーナーですが、サクヤとミスミの2人の関係がサクサク三角ということで、お題の中にどんな三角があるのかを我々2人でサクサクと言っていこうというコーナーでございます。例えばですね、はい、お題がお家だったらお家の中にある三角を2人で言っていくという感じでございます。三角コーナーとかね、あ、トライアングルとかね、トライアングルがお家にあるかどうか分かんないけど、ピザ、ピザとかですか、ね、うん、お家にあるのかな、あるのかな、ないのかな、犬の耳、柴犬の耳、そうですね、あ、三角ですね、うちにあります。はい、ということでそんな感じで、やっていきます。制限時間は1分間、その間に2人で6つの三角を言えば OK です。なおお題はですね、ランダムで引きますということなので、ね、難しいですね。難しいですね、うん、じゃあルールね、分かったと思いますが、はい、いいですか、やっていきましょう、やっていきましょう。じゃあまずはお題引きまーす、うん、これは交互に言っていくっていうことなのでね、はい、はい、え、見ちゃっていいんですか、うん、どうやって発表するんだよ。お題遊園地ということで、いや、なんかこの間考えられるからギリギリで開くのかなと思ったんですけど、見ていいんですね、あ、そういうことか、遊園地、はい、はい、うわー難しいな。じゃあこれ僕から言った方がいいかな、うん、じゃあ早速いきますよ、はい、それではサクサク三角見つけたい、はい、スタート。なんだなんだ、意外とないぞ、意外とないぞ、意外とないぞ、遊園地に三角、なんだ、意外と三角、意外と、ちょっと待って待って、遊園地に三角、何、なんだ、バイキングダメ、バイキング三角じゃない、違う、なんだ、遊園地に三角、グッズのフラッグとか、そうね、といいね、あ、そういうことか、それはいける、いいよいいよいいよ、フラッグ OK、 グッズのフラッグ、おお、いいんだ、やった、行こう、でも結局僕だ。ちょっと待って、ないよ、ピザ、あー、でもいいんだ、ピザの一番、ダメか、ダメ、三角、遊園地にある、三角あるか、いや、ダメか、いや、ごめんなさい。いや、というわけで1個しか答えられませんでしたね、ごめんなさい。しかも広瀬さんしか答えてないということで、まあ、ちょっと気持ち切り替えて次いきますか、はい、みすみさん引いていただいて、はい、みすみさん引きます、はい、まあまあ、うわー、でもありそう、それこそありましょう、酒井さん、うん、これ学校です、あー、学校ね、さっき言ってましたね、はいはいはい、言ってましたね、言ってましたね、はい、これこそいっぱいあるんじゃないですか、いっぱいありますかね、うん、うんうん、ではよーい、スタート。三角定規、かぶった。トライアングル。三角、三角ナプキン。あー、あ、すげえすげえ、三角巾か、すげえ、なんだろう、またこれ、飼育ジョニル、あの鳥のくちばし、三角、飼育ジョニル、三角、学校にある三角、全然思い浮かばないね。なんだろう、学校に何がある、あ、折り紙の授業、折り紙の授業で作った三角。折り紙の授業ないか、三角、何がある、体育館の屋根。あー、体育館の屋根三角だ、丸だ、全然思い浮かば、いや、ないよ、学校にある三角、記憶にございません。浮かびました、皆さん、あ、三角コーン、あー、確かに、うわ、くそ、言われてみればそうだよ、あー、くそ、全然答えられない、これ悔しい、ちょ、もう一回、もう一回、じゃあ次お題聞きますよ、こちら、何、建造物って、ふわっとしてる、建造物、お題、建造物、あ、はい、いける、これいけんじゃん、じゃあ分かりました、はい、それではサクサク三角見つけたいスタート。東京タワー、うんうんうん、いい、家の屋根。ダメダメ、建造物、うんうん、道路こ、道路標識の止まれ、うんうん、ああ、建造物じゃないんじゃないですか、建造物じゃないか。厳しい、厳しい、金閣寺の屋根。ああ、金閣寺の屋根って三角ですか、
ちゃう。屋根はダメか。確かに屋根全部そうそう、ね、三角、うん、スカイツリーまあ、ずるい。スカイツリーだ。ずるいよ。三角の建造物ってなんだ。それ言ったらもうじゃあなんかエッフェル塔とかになっちゃいますよ。まあいいよいいよいいよ。いいんだ。建造物。建造物って建物ってことだよね。そう。建物。三角型の。建物？うん、テトラポット。あれは違うか。三角じゃないです。三角？難しいですよね。建造物。建造物。うん、もっと有名なのある。もっと有名？なんだ？思い浮かばない。もっと有名？なあ！もっと有名って何？なんか我々全然サクサク出てこないですね。出ないですね。めちゃくちゃ時間かけて出てくる。ちなみに何だったんですか？エジプトの方にない。ああ！ピラミッド！なんで出てこないんだ？あ、でも仮にピラミッドが出てきたとしても。次がね4つぐらいしかない。これ難しいな。簡単なお題ないですか？簡単なお題、うん、ちょっと全部開きましょう。ラストね。ラスト見たい見たい見たい。どっちが簡単ですか？でということ電車とスポーツ。電車の三角って何？電車にスポーツじゃない？スポーツの三角。あでもどっちもねえな。スポーツにま、スポーツにまつわる三角ってことですよね。 あります。電車って何よ？電車なんていっぱい。三角に見えればいいってことですよね。じゃあどっちがいいですか、広瀬さん。任せる。じゃあスポーツでいきましょう。スポーツでいく。じゃあスポーツにまつわる三角、サクサク三角見つけたい、スタート。三角コーン。おお。水泳の なんか三角飛びみたいな感じでしたっけ。なんか水泳でなかったでしたっけ。なんか三角飛びみたいな、なんかなかった、なんかなかった。三角に三角に見えるもの、なんか道具とかでも何でもいいってことですもんね。スポーツに関わるものだったら三角、三角、三角、三角。水着。あ、いいねいいね。あれ三角なんすか？三角だよ。じゃあ、バスケットのゴールネット、あ、三角。台形じゃないギリ。いやでも三角っぽくないですか？嘘、三角じゃん。なんだ。僕は三角に見えるもの、サッカー、野球、使うトライアングル。ダメだ。野球である。あれだ。野球はある。やった。あれはこれ、なんだっけ。トランペット。トランペットじゃなくて応援するやつ。応援する。あのブブゼラ。ブブゼラ。あれ三角じゃないでしょ。全然見つけられなかった。三角ってなんぞ。めちゃくちゃ難しいっすね。で悔しいの。でもありそう。めちゃめちゃありそう。めちゃくちゃありそうっすよね。いや悔しいわ。なんか全然サクサクいかなかったですね。ですね。はい、すいません。結構問題やったのに我々なんか答えがなんかね4つぐらいしか出なかったですけど ねこんなグダグダになるとはね。グダグダ三角見つけたいですね。失礼しました。だけで以上サクサク三角見つけたいでした。みんなもやってね、うん、はい。じゃあここで一曲、広瀬さんから曲紹介お願いします。はい、ここで一曲お送りします。スメラギ天までサンフラワーズ。時間は過ぎていった。環境も変わったし、それなりに大人になっていた。当然慣れないこともあるけど、前に進むってまあそういうことだろう。あの時はそう、変な意地張ってばかりいたけど、誰より熱かった情熱はまだ消えちゃいないよ。さあもっともっと全力で輝いていけ。データと咲いたひまわりのように、可能性の空はずっと広がっている。上だけ目指し手突き進むよ。うつむかず胸を張れ、みんなも一斉に
届けしたのはスメラギ天までサンフラワーズでした。A3 ブルーミングラジオステーション、君とまた春夏秋冬ページをめくるから、お送りしてきました A3 ブルーミングラジオステーション終演のお時間でございます、うん、ここでお知らせでございます、うん、まずはゲーム情報です。イケメン役者育成ゲーム A3 は iOS、Android にて好評配信中です。ぜひチェックしてください。続きまして A3 各組ミニアルバム第6弾 A3 イノセント EP の発売が決定いたしました。各組第9回第10回公演曲を収録予定です。詳細は公式ホームページなどをご確認ください。その他詳細は公式サイト公式ツイッターをチェックしてください。そしてブルラジでは監督の皆さんからのメールをお待ちしております。満開ファンレターのコーナーでは A3 にまつわる質問やメッセージ、僕酒井やゲストの方へのメールを送ってください。曲のリクエストもお待ちしております。メールの宛先ですが、満開アットマークポニーメール .jp、 満開アットマークポニーメール .jp です。概要欄にも記載してありますので、そちらをぜひチェックしてください。そして次回のブルラジは8月3日4日5日の配信となります。監督の皆さんお楽しみに。というわけで今回はゲストにイカルガミスミ役の広瀬さんをお迎えしてお届けしましたが、広瀬さんいかがでしたか？めちゃくちゃ楽しかったです。あっという間でした ね。なんか皆さんにのメッセージとかありますか？改めて、あ、じゃあ引き続き A3 の応援をよろしくお願いいたします。あー、シンプル、うん、これ以上喋るとボロが出ちゃうんですよ。やめろガサガサの声を聞かせるわけにいかんだろいやいや、というわけでね、こんなにぎやかなお二人でお送りしました引き続き A3 ね、ブルラジよろしくお願いいたします、うん、ありがとうございました、はい、それでは A3 ブルーミングラジオステーションはここまで、うん、お相手は佐久間咲役の酒井光大と、はい、イカルガミスミ役の広瀬大輔でした。バイバイ。三角かわいい。感じたい。